育科神社は、群馬県大田市新田市、野井町にある神社。主祭神は、大名むの神。旧社格は、県社。境内は、国の史跡に指定されている。平安時代の上の国神名庁に、新田軍樹三味製開明人として記載される古社である。主祭神は、大国主であるが、平野正門を祀っているという伝説もある。現行3年5月8日。 新田義貞が、五代醐天皇より、鎌倉幕府当幕の臨時を受けた際に、うぶすな神である、幾種な神社境内で旗揚げをし、鎌倉に攻め込んだと伝えられる。この時、旗揚げに参集した武将は150基だったと伝えられている。境内には、社殿のほか、新田義貞公像、義貞公旗揚げ塚、神木、記念碑等がある。毎年5月8日には、例祭として、 カブラヤ祭りが行われる。境内は1934年3月13日、育種な神社境内として国の史跡に指定。2000年11月1日、日田タ関連の他の10箇所の遺跡とともに、日田総遺跡として国の史跡に指定された。1983年、日田義貞像が挙兵650年を記念して、育種な神社境内に安置された。 この像は1941年に地元の教師や児童によって勤労活動による集金で建立されたものであった。2010年2月、銅像が盗難に遭う事件が起きた。銅像の行方は分からず、再建を求める声が高まり、2011年に新田吉貞孝銅像再建委員会が発足した。新たな銅像は彫刻家の脇谷幸正が制作し、 2012年5月8日に除幕式が行われた。ありがとうございます。